はい、こんにちは。今日は1月の12日金曜日です。今日の急遽雑談動画は、先日ですね、ユニクロさんに行ってきて、値下げされていたカーディガンの方をね、購入してきました。で、今日はですね、こちらに見えているフリスなんですけども、今回の冬にですね、一番着用しているのは今のところではありますが、こちらのフリースをね、割と使っております。フリースというとですね、私はそれほど使わないアイテムかなとは思うんですけども、まあ値下げされていて一度試してみたいなということでね、購入したものです。私は浜松市に住んでいるんですけども、あまりね、浜松市でどこか遊び行くとかね、おしゃれなカフェがあるとか、まあそういったのはですね、あまりないんじゃないかなってね、思っているんですけども、例えばラーメン餃子とかね、まあ100円ショップ行ったりとか、コンビニ行ったりとか、まあそういった場面が多いんじゃないかなってね、思うんですけども、その時にですね、まあこういった簡単なですね、フリースが割と気軽にですね、活用できてね、よかったかなと思います。便利なアウターばかりにね、頼ってると偏ってしまうかなっていう部分もね、自分の中ではあるんですけども、今のところですね、こちらのフリースの方をね、活用させていただいております。それからですね、スマートアンクルパンツもですね、昨日まで値下がりされてたので、そちらの方もですね、アプリの方から購入しました。ですのでね、またユニクロさんの店舗に受け取りにね、行かないといけない予定が1件入っております。最後ね、まとまりのないお話になってしまったかもしれませんが、今回の急遽雑談動画は以上となります。ありがとうございました。